ちょっと待って、僕らは歩みを止めないラジオ。はい、こんにちは、少年がロキちゃんと松本春太です。お願いします。お願いします。いや、うんじゃなくて、にゃかにゃかにゃか入れんだよ。嫌いすぎるだろ、あなた。にゃかにゃかにゃかを、誰なの、その、にゃかにゃかにゃかバカにしてた子。ちょ、もうええてーもうええてー、その、言わないって。すごいな。何されたら言うかもしれない。何円積まれたのとか、なんか、いや、こういう拷問されたのとか。あ、でもこちょこちょ。弱すぎるって。すぐ言うじゃん。全然すぐ言うじゃん。いや、その、あれよ。その黒人というか、うん、その本当に屈強な男に、その、腕、うん、ガッてやられて、うん、話してください、話してくださいって言って、こちょこちょこちょって、こう。いや、辛いけど、確かに。めちゃくちゃ辛いけど。いや、そう。考えただけでも嫌だけど。いや、そうそう、だからそうなったら言うよ。じゃあ、いつか YouTube でその模様を。ねえよ。俺がこの部屋で一人で、ラジオまたかなと、バーンって入ってきて、ハルト、ハルト。ハルト。アイハルト？おはよう。おはよう。って、レッツゴー。そしたら、入ってきて、あと、ハルト、みたいなこと。やんねえよ。出てきて、言うみたいな。スーツまで出てきて、言う。誰が言ったの？ニャカニャカニャカバカにしてたやつらを3人教えてって言って、大事です、大事です。すぐ吐くじゃん。めっちゃきついけど。だって。きついけどさ。で、それ言わねえよ。なんか最近、うん、なんか別にニュース、もう大学院、うん、多分結構大学院だよ、今。うん、だろうな。ネタ合わせの数減ったもんね。数減った感じもないの、俺、別に。本当に？あ、そうなの？そう。いや、そう、あれよ、うん、昔よりは減ったなって感じあるけど、でも全然。昔本当に週3だったもんね。いや、本当に毎日あってたよ、ね。毎日あってたよ、ね。しんどい。よかったよな、あんな。なんかそれで大学院結構いるんだけどさ、うん、疲れて Twitter とか見ちゃうよ、ね。ああ、でも。なんかニュース、この前流れてきたニュース、結構びっくりしたんだけど、うん、びっくりしたってちょっと分かんなかったんだけど、一瞬。おう、どういうこと？どっかの国で、うん、10歳。10歳、うん、の少年が、うん、あ、毒蛇が10歳の少年に噛まれ死亡って書いてあって、うん、あ、見た。え、あれでしょ、蛇が少年に噛みついて、少年が蛇に噛みついた、噛みついたら蛇が死んだ。少年は命に別状がないっていう、そのびっくりする話があって、珍しい対抗手段噛むね。そうそうそう、噛んで死ぬんだと思ってね、うん、毒大丈夫なんだと思ってね。キルはしないんだからなと思いながらさ、え？なに？ちょっと毒になるってちっちゃい子から毒。ああそう、ああそう。で、なんでそのくぼみつくんの？あ、いや全然。カットするつもり？カット。今のところ、これなキルのところカットするつもりだったなんか一回静かになったけどさ。編集点作ってねえよ。でなんかそれの感じで見たんだけどさ。うん、僕ら昔ネタでさ、うん、こういたずら書きされて、うん、してて、お前ら誰だみたいな感じで、うん、あなたが出てきて、俺がいたずら書きしてやばいどうしようって、あ、高校生がね、高校生が、うん、やばいどうしようっつって、うん、あ、違うんです、僕たちバンクシーなんですってネタあったじゃん。あ、嘘つくっていうね。そうそうそう、それが嘘が通るっていうか、うんうんうん、でその、あの僕たちバンクシーで、あの4人組で やってるんですよ。あなたが、うん、いや、俺ずっと会いたかったんだよみたいなあるじゃん。4人組だっけ？ 4 人組だか3人組だかで、ね、うん、複数人で、で、いや、まあ、まずそのいろいろあるじゃん、その、うん、バンクシーがそのグループなわけないだろっていう。いや、そうね、バンクシーって個人名だ、個人名だから、どう見たって。そしたらこの前ニュース、うん、見てたら、うん、目撃情報から推察するに、うん、バンクシー5人組だってことが分かったし、じゃあそうじゃん。じゃあそうじゃんと思って。俺ら全然ボケとかじゃん。ボケとかじゃなくてそうじゃん。バンクシーじゃん。バンクシーじゃん、普通に。小文字の B って猫、ね、やってて。手でサインつけてね。小文字の B ってやって。みんなでポーズ取るって。やってたんかもね。そしたらみんなで、あ、僕たちバンクシーですって。やるか。やるか。そんなシュールな時にいいよ。小文字の B 作って。作って。だから受けなかったんだろうね、あなた。いや、本当じゃんってなったから。だから受けなかったんだ。全員真実知らねえよ、その時。じゃあなんで受けなかったのか。いや、あれでしょう。何？あなたはバンクシーの B の小文字が分かりにくかったでしょ。そんな細かいとこで受けないわけないから面白くないんだよ。じゃあ切ないって。いや、もう自信も、また頑張ろう、来年キングオブ。いや、もうそう重いって。金をもなんかこいつ。だって金重くなんだよ。なんかそうそうそう、この前、うん、発水モントの話をさ、うん、後輩の発水モントの話をこのラジオでしたじゃん。デブイジされるって。ああ。それだった話。
で、なんか、それで、そうやって一回、ハスに言われて、これからどんどん俺らバカにされるんじゃないか。ああ。俺、ロキちゃん、例えばね、三上くん片方が、あれロキちゃんさん痩せましたねとかって言ったら、タカちゃんがいやそんなわけねえだろとかってその一個下りとかにされたら困るじゃん。俺が全然笑えなくて、二人が笑うみたいな、なんか本当にそんな感じになってきて今本当にさ、この前なんかでしょとかライブラグズかなんかで、で出番前に飯食っとこうと思って家から持ってきたおにぎりを食べてたら、ハスイのタカちゃんが来て、うぃーって腹触ってくるんだよ。で、俺が飯食ってるの見て、ちょ、三上こっち来てっつって、こんな食ってこんなでかいおにぎり、もう一度食ってっつって言ったら、三上くんが、もう僕が見てない隙にとかって言い始めてんだよ。めちゃくちゃバカにされてんだよ。俺らじゃないか、俺が。もうどうしようと思って。いや、俺はそれ拍手した。あ、ロキちゃん頑張って、その後輩のこと面倒見てるってこと？いや違うよ、ルッちゃんいっぱいご飯食べてんねえで。それもまた視点ずれてるだろ。いや本当はそのやっぱあなたって関わりにくい、前も言ったけど、存在感やっぱそう落ちてきてると。で今ちょうどいい、後輩もいじってくれやすい、関わりやすくなってきて、でなおかつあの撥水もんって、3人いじってもらえるなんてやっぱ光栄なことだよ。いや情けないって、後輩にさん付けしちゃう。ハスモンテさん。こう結果出してるから。モンテさん。いやでも、いいよ。それが嫌だっていうってこと？嫌だろ。なんどれが嫌？タカちゃんも、そのタカちゃんもなんか、俺がさ、この前ユニットライブの運動あったじゃん。あれでこうマジでその同期もいないし、喋られる人いないから、帰らなさって本とか読んでたんよ。ネタ見たかったんだけど、多分見れなかったじゃん、ちょっと。いや、そうね、人が。ね、なんかね。それで階段座って、あの本見たら、まあ誰も話しかけないんだけど、なんかタカちゃんだけ、うさーっと来て、渡り座って、あ、本読んでたんだ。あ、本読んでたんすね。ちょっとわけわかんないけど、あ、見たらわかるよっていうね。見たらわかるよって、わけわかんないとされ始めて、なんか、ここまでイージーでいいのかとは思うよね。どういうこと、イージー？非常にロキちゃん様が。サマ、あれ夏の夏って意味よ。あ、ロキちゃんサマーと。ロキちゃんサマーって言ってください。何それ。別にそこに何もいらねえよ。権威とかじゃなくて。こじれるって。こじれるんだ。ロキちゃんサマーなんか変な。なんか、ちゃんと発声がその良くなくなってってるなと思って。いやでもよいいよ。発声やっぱ言うなんかそのコミュニケーション意外と取らないというかさ。いやそのやっぱ二人とも意外とな、送ってというか、まあまあそうね、そうね、だからだいぶそのあなたに心を委ねてくれてるっていう点ではすごいいいけどね。あ、そっか、じゃあこれで俺がまあまあ痩せたとってさ、正直痩せてきたじゃん最近。うん、俺最近すごいね、もうダイエット、あなたに言われて筋トレ始めたんだけど、前言った時は腕立て腹筋毎日5回3セットずつしてるって話だったじゃん。いやそっからそう、でそっから、まあまあ、パワーアップしたとか増やしたんかな、だいぶ増やした。今は腕立て伏せ、7回2セット、おお、で、腹筋は5回、1セットしてるかな最近だと。いやしてねえよ。そう、私生活でやるって、腹筋5回なんか朝起きるとき腹筋で上がるだろ。やいや、どうやって そういう考え方してたの、あなた。腹筋に対して。腹筋は、はい、朝起きた時にするもんだと思ってたんだ。はい、朝1回するじゃん。で、寝て、あ、やべえ、忘れ物したトイレ行こうって、もう5回なんかするじゃん。忘れ物したトイレ行こうってなんだよ。いや、じゃあ俺日常の範囲から出てないってこと、筋トレは。出てねえよ。腕立てなんか、あ、やべえ、落とし物したで3回くらいするだろ。しねえよ。どんだけ物落とすんだよ、そいつ。いや、するよ。やべえよ、そんなに。とにかく、俺痩せてきてるの。ジローも行ってないし最近マジで。あ、ジローは行ってないね。行ってない。どこが体重で言ってくれよ、数字で分かりやすく。体重は分からない、あの家に体重計ないから。ないだろ家に体重計。あります。そのみんながより集まって生きてるからそれはあるかもしれないけど。いやまあね、たまたま。まあでも俺は本当に腹へっこんできたんだね最近。ええー、触ってみよう、あなた。どうした
あれ？でもね、見てみる一回。うん。いや、それ毛が汚いな。止める？いや、止めるじゃねえよ。止めるじゃねえよ。止めようか。いや、止めねえよ。やめてほしいよ。神格化してほしいんだから、俺なんか。神格化しない、できないって。なんで？みんなが裏でバン。こうバーンってやったらさ、毛が汚い。ちょっと待って、ちょっと止める？止めねえよ。いや、いや、太ってんじゃねえから、ね、いいじゃん。毛のことは言わなくていいだろ。いや、でも痩せてはいる。いやいや、毛が問題なかった別に。毛が…太ってるでいいけど、いや、マジで毛が問題なんて。いや、痩せてってるな。いや、痩せてじゃん。もう一回見るか、そしたら。うん。毛汚い。毛汚いって言わないで。毛汚いって言わないで。毛汚い。本当に言わないで。俺嫌なんだから。あ、本当に。ごめん。お腹 NG だし、正直。正直ってなんだよ。別に出したことねえよ。なんでその、いつも出してるけど、正直 NG は分かれてる。本当は NG なんだよ。だ出してねえの。いや、ずっとそんなのやってるけどさ。俺がやってんだよ。誰がやってんだよ。渡り鳥ね。渡り鳥のネタね。渡り鳥、誰が知ってんの。いや、だから、痩せてきたから、なんか別に、まあまあまあ、それであんた。あ、でも痩せてるわ。いや、痩せてるけど、なんの痩せてるけど。痩せてるけどだね。何痩せてるけどって。毛が。いや、毛の話は本当にしないかもしれない。いや、ほんとごめん。でも腕とか毛薄いのよ。あ、ほんとだ。ヒゲと、ここだけ、俺が、毛濃いの。あ、だからみんなにバケちゃんって言われてんの。バケちゃんって言われてんの、俺。バケちゃんって言われてんの。何バケモン俺。あ、だからロッチちゃんじゃなく、うん、バケちゃんさん。バケちゃんさんって言われてるよ。後輩じゃん、しかも。相方のバケちゃん、あ、ロッチちゃんさんって。後輩じゃん。後輩に言われてんじゃん、俺もバケモンって。バケちゃんさん。可愛くねえよ、別に。バケちゃんさん。マイバスケットの申し子みたいな。バケちゃんさん。バケ、わかんないけど、ごめん、なんか変なことしちゃった。変なことしちゃったじゃねえよ。バグ見つけたみたいな。そんな いい風に言ってねえだろ。なんかそれで、だから、じゃあまあ、まあ、それでまあ、稼いだ距離縮まってなんか俺も大人になってさ。だってあなたも前さ、うん、それこそなんかその自分の腹見せて、うん、だからタカちゃんが笑ってでタケちゃんどうなのみたいな、でタカちゃんのお腹見て笑い合うみたいな微笑ましいシーン。微笑ましすぎるだろ。よったよ。微笑ましすぎるだろ。俺はそう。よ前あった。なんかみんなで、うん、はい今日あの出演者誰々さんお願いします、誰々さんお願いしますの時にバータリー中に。うん、なんかお腹見せあってさ、うん、よくねえじゃねえかよ。バータリ中に先輩がバータリしてくれてる時にそんなことしてたらよくねえじゃねえかよ。すごいお腹触り合ってさ、うん、それはお互いだねみたいなこと言って。ほほえましい。いや、あなたでしょそれ。いや、俺やってないよ。バータリ中にさ、うん、漫画読んでさ、漫画読んで先輩に怒られたじゃん。やめろよ。そしたらその日に携帯なくしたじゃん。やめろよ。ケンケンの安倍さんに見つかって、安倍さんが覚えていい。ケンブリッジ、あ、そうだ、ケンブリッジ解明されたもんね。そう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 。じゃあまあ、後輩と、まああなたがね、その松本軍団だよね。やめてくれ、もう。じゃあそう、お互いに身を削り合う時間じゃない、これは。俺削ってねえよ、別に。いや、その怪我。あ、怪我。怪我ね。あと、アヒルちゃんとミータンビス抜けて、ユズキ。だから今二人だけど、なんか魚眼スープあの、じゃあもう、じゃあもうやめてくれ。じゃあもう、止める。止める、もう無理だよ。なんで無理なんだよ。なんで無理なんだよ。それだけ話す。いや、それは言わないよ別に。じゃ言ってるってこれ言ってるって。もじゃあククじゃないのよ。そう、あなたが言い出し、俺が、うん、そのネタ合わせとかで、うん、なんか一回言ってみようと、うん、俺松本軍団作ったんだぜみたいな、うん、どれいんのみたいな、うん、でその、うん、後輩の女性芸人、うん、を上げてって、うん、そしたら、うわ、ん、ーみたいな。ばっかじゃねえかみたいな、ね。そうそうそう。で、それを、なんかその、広め出して、広め出してで、本人たちを耳に届くじゃん。うん、アヒルちゃんとか。いや、そんな嫌な言い方してないよ。その、周りくどく、その本人たちに行くように言ったんじゃないよ。あのアヒルちゃんに直接言ったんじゃん。言ったんじゃん。うん、アヒルちゃんに直接言ったんじゃん。やめてくれよ、それ。そしたら、アヒルちゃんとあなたの地獄の絡みで。そうだよ。いつ徐々に連れてくれるんですか、松本君なのって言われて、いや、うん、行かないだろうって。会うたびそれしか喋ってなくて、会うたびじゃあ。まあそうね。で、最近やっぱジョージ逆転してきてる。してるよね。この前敬語で喋ってたもんね。俺が敬語で。やっぱ徐々に連れてかなすぎて、うん、ジョージ逆転してきてる。逆転してなんで連れてったら保てるんだよ。で、なんか、今度連れてってもらえそうになりそう。徐々にお願いしますって、あーみたいな。お前が味わかるようになったな、みたいな感じ。そんな、嫌な言い方してないよ。今、混乱してるから、だからまだ連れてきはできない。あ、じゃあ混乱してる。俺が混乱してたから。どういうこと？だからそんな。あゆちゃんそんなわかんないよ。すごいなと思って、やっぱ、リーダーは分かってくれるんだな。リーダーだ、なんでリーダーなの？あゆちゃんは。あ、ヒル軍団の。俺入ったから。愚問に。
軍門ね。情けね。下った子だ。まあ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 、後輩に慕われてますよ、白猫は。慕われてるか。なんか最近、俺、ロキちゃんがさ、うん、ちょっと映画好きすぎるな。あ、別の話だ。自分の話だけど。映画？映画好きすぎる。お、結構よく行くくらい、それこそ。今から、ね、ネタ合わせの時もさ、ちょっと今からちょっとあの映画見るから今日何時まででいいっつって走ってその向かったりした。東方行くわ。東方よく行くでしょ。東方行くし。え、結構今年だいぶ見てるわ。それで言うとさ、わざわざ下北まで行って映画見てなかったっけ。見てたよ。同じ映画を。同じ映画ね。そうそうそう、あれは彼女が好きなものがもう全国ロードショーはしてないけど、下北トリウッドトリウッドなんかっていう映画館ではちっちゃい映画館よ、まだやってたから、そこに見に行ってたわ、ライブアートとかだよね。いや、そうそう、見に行くんだみたいな。あ、そうさ、言ってたかもしれない。見に行ったりしてたね。 でそうね、そこもやっぱちゃんとその地元の上映場みたいなとこだったしね。へぇー。狭くて、もう椅子も本当にあのパイプ椅子みたいな、パイプ椅子みたいな。へぇー、いいね。すげえと思って、だからすごい国で、今年ももう今年か、今年度だけで5年、5回見に行ったんじゃないかな。少な、今年度だよ、今年度だから4月から。少な、5回見に行ったかもしれない。いや、月1も行ってねえって。6回か。6回、増やすね。東方5回で、そうじゃない映画館1回、6回。覚えてる、覚えれてるのがもう、いや、これはもうね、うん、いや、だからもう目指そうと思って、そしたら全然その東大芸人、もううまくいかなかったし、ロキちゃんは、だから、これから映画大好き、映画大好き芸人やっていこうかなと思ってさ。え、うん、そう、どういう映画見るの。え、ロキちゃんはやっぱ、じゃあ一番好きな映画発表していい。おー、いいよいいよ。君の名は。うるせえよ。あれ最高だよね。いねえよ、そんなやつ。あれ、じゃあ映画評価するやつ、そんなやついねえよ。みんな意外とどうなんだろうな。俺はいいと思うんだよな、ね、あの映画。いや、みんないいっつってるよ。俺はいいと思うんだよな、ね。みんな誰も悪いっつってねえよ。まさかそんな展開だったんかって、俺は。もう割と、うん、あれがああいう展開だって分かる人いなかったんじゃないかな。いや、そうよ。みんなそういう意見よ。あれ、あ、あなたも好き、もしかして。いや、俺も全然好きよ。本当に？うん。あ、そっか、あんた。あ、アースト見に行ったんだっけ、そしたら。行ってねえよ。高校生の頃さ、あなたその時こう全然1年生、俺が高3で。それいいって、それもう、もういいって、先輩こうちょ、もういいって、それ各思いで地元の友達同士でコンビ組んだブルーのやつ。じゃ、いいって。で、その俺らと2個差じゃん、年2個差で、その間に上グランの椎茸さんが入ってきて最強の3世代ができるっていう話もええって。俺話何回すんねん。そんな世代ないねん。最強ちゃうし、最強の世代ね。最強じゃねえよ。だからまあいいけどね、いいけどねっていうかさ、うん、やっぱ君の名は本当にいいけどね。あれが、あ、だからいいっつってんのもういいのよ、あれは。じゃあ第2位教えてくれよ。第2位か、うん、え、これ結構難しいんだよ。2位だけだろおい、なんで難しい。これはあれだね。何？天気の子。うるせえよ、もう。だからもうほら、天気の子。じゃあもう一緒じゃん。これ主体性の話でしょ、天気の子って。何主体性？主体性の話。何主体性の話って。だから、うん、なんていうの、その人が、うん、なんていうんだろうな、人が、うん、その運命にさらされるっていうこと、うんが、うん、運命にさらされるってことに対して、それが、うん、主体性でどうにかなるものなのか、うん、それともその運命に流されて、うん、そのまま、うん、身を任せるしか人はないのかっていう問いの中で、うん、基本すごい大枠、うん、運命に逆らうことのできない大枠は結果として存在しながら、うん、ただ主体性で大事なものは守れるっていう、うん、こういう二項対立、できるかできないかの二項対立じゃなくて、その、うん、極めて現実的なラインの一個の回を出してるんだろうなっていう映画じゃん。ちげえよ。晴れるか晴れないかだわ。ちげえよ。あれ、晴れるか晴れないかだわ。お前、見れてないんかい。で、最後、雨最悪の見方してんじゃん。お前か、アンチ。天気の子のアンチ。じゃあ、俺もだって見に行ったのよ。一緒に？じゃあ、お前すぐ一緒に見に行っていくエピソード作んなよ。いや、でも、うん、本当にこれは誰と見に行ったかわかんないの。あんたの可能性もあんないの。いや、ないんだけど。染める染めるな
いやでも、うん、でもその別に内容としてはさ、うん、そのあ晴れ女が晴れさす、うん、で雨降る、うんうんうん、で線路走る、あ飛びすぎだな、で終わりじゃん。終わりじゃねえよ、どんな予約だよ。でみんなが SNS に線路走ってるやつを載せる、うん、そんなシーンちょっとほん何秒とかだろ。であんなシーン最後らへんに、あそういえばあのなんか大人のなんかジャーナリストだか新聞記者みたいな人いたな、あオカルトの人いたなっていうのがいいかじゃん。じゃ違うよ。でも歌がやっぱいいよね。歌すぎるだろ。じゃあラッドインプスさんだっけ。ラッドインプスね。だからそう、だから普通にこのワンツーはこれだから。じゃあラッドスキャンだけじゃん。じゃあ。今思い出した。そうじゃん。ラッド。3位あれだよ俺。何？欅坂のドキュメンタリー映画だよ。欅坂46。もう映画評論家やめてくれよ。角度違いすぎるよ。子供目線すぎるって。なんかそのオタクというかなんか。だから映画大好き芸人。だからあれよ。その映画大好き芸人として。アンチじゃん。もう。映画の映画の、うん、その邪道ばっかりで、それで一応、うん、公開して間もないけどあれ見に行ったんや、一応何スズメの戸締まり、新しい映画、あ、新海さんの、そうそうそう、新作映画、うん、じゃあだからじゃあ言うなよ、何そんななんかその言いにくそうなこと。でも可愛かったよ。可愛かったよ。何よ。スズメ大好き、お前は嫌い、どこか行けっていう猫。猫いねえよ、そんな猫。いるんだって。喋んなよ。いるんだって。猫喋らねえよ。いるんだ。予告編だけ見たら出てくんなよ、こんな。スズメの涙。違う。なんて言うんだっけ。スズメの戸締まり。あ、スズメの戸締まり。スズメの涙違うだろ。なんだっけそれ。いや、そのことわざだよ。ことわざだっけ。ことわざなんだっけ。なんか、少ないねみたいな、スズメの涙。あ、そうなんだっけ。いや、多分言うと思う。だからこれからやっぱ、いやちゃんと映画してたよね、だから。ちゃんとじゃねえよ。でもマジでワンツースリー発表していい今、そんなに言われんだったら。あ、じゃあガチだ。そんなに言われんだったら。じゃあ俺も俺悔しいよ、そんなの。じゃあ俺が言うわ、先。このあんま映画見ない。うん、ああ、そうかもね。そう、いい、うん。1位。うん。3位からだけどな、普通。あ、まあじゃあ3位。うん、お、運び屋。何それ。これ、海外の、その武器商人っていうか、うん、そのなんか、そのマフィアとか。の武器を運ぶおじいちゃんいないの、うん、その一回箱なんかお金足りないみたいので、なんか電車やってくれよ、これ運ぶだけでお金もらえるっつってこう運ぶ、だからそのハラハラしながら運ぶのよ。あ、そういうこと。で警察いたりとか、あなたホラーしてるか。ホラーではない。あ、ホラーで言うとってこと。あ、違う、ホラーではないんだよ。ホラーではない。あ、あ、だからそのハラハラっていうのは、でもなんか渋さもあって、キングダム見てるハラハラと一緒ってこと。いや、もううるせえな。だからなんかその映画評論家じゃないじゃん、その話を聞けないやつ。評論し合え。そうなんだ。え、2位はどうしたら。2位がやっぱアルマゲドン。あ、結構渋いの見てるな。やっぱ泣けるよ。泣けんの。いや、あの歌やっぱよくない。洋画ばっかじゃん。あ、クロスペインマーライフみたいな。確かに。いや、あの歌やっぱ聴けたらうわーって思う。洋画なんだ意外と。そうなんだ。いや、そうね。1位は、1位がね、うん、この最強の2人だから。ああ、あのあれだ、あれでしょ、あの一人は、うん、あの関心不随から車椅子で、もう一人がその車椅子だから、車椅子の人だからって、お前調子乗ってんじゃねえぞってその片方の方が言うみたいな映画だよね。そういうだから二人でイチャイワチャワチャし合うというか、そうそうそう、だいぶやんちゃし合う、そういう喧嘩もするやつだよね。そう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 、うるせえ。洋画ばっかじゃん、あんたすごいね。ああ、俺洋画好き。うるせえ。邦画より洋画派。うるせえ。まあ邦画もいいの出てんだよね。君の名は何。君の名はでも4位。あ、そうなんだ。辞典だったんだ。そう、辞典ではある。あ、そうなんだ。え、じゃあマジの3位から発表しててくれよ。いい、うん、3位は、さっきも言ったけど、うん、あの彼女が好きなもの言ってねえよっていう。ああ、見に行ったって言ったやつ。わざと下北沢にわざと見に行ったってやつ、うん、上映終わってから。これ、うん、あの、まあ、ゲイの子が、うん、ゲイの男の子が、うん、とゲイの男の子を好きになっちゃう腐女子の、山田杏奈ちゃんと神尾楓珠君出てんだけど、俺結構、もう考えさせられるし面白いなって思う。じゃあ2位。2位が開いてっていう映画で、これは好きな人の好きな人を奪ってしまうみたいな。へえ、ああ、ちょっとそういうごちゃごちゃな、そうそう、レズじゃないんだけど、本当に普通のノンケなんだけど、
その好きな人に彼女がいるから、うん、その彼女をレズのふりして、うん、えー、すごっっていう、あの、うん、面白い。で、これがちょっと前まで1位だったのよ、うん、で、超えたんだ最近超えて、うん、本当に面白かったのが、うん、もう映画多分終わっちゃってんだけど、上映は、うん、史上版タイムマシンブルースっていうアニメの映画、うん、これめちゃくちゃ面白い。史上版タイムマシンブルースっていうその、うん、まあ史上版って結構ブランドなんだよ、そのなんていうの、うん、知ってる、よくわかんないわ。夜は短し歩けよと、あああの人ね、あの人の小説で、うんうんうん、まあたまたまタイムマシンがあって、うんうん、でもタイムマシンで、うん、ちょっとタイムマシンで下手に未来を変えたら自分たちの生存が、うん、宇宙の生存が危ぶまれる、うん、いやどうしようっていうドタバタ劇、笑いもあるし、うん、普通に感動もする、マジで、うん、めちゃくちゃ面白いのよ、うん、でこれがなんでか、そもそもなんでかっていうと、うん、浪人の頃つけたの柴田さん、嫌なこと聞かされてきたな。いや違う、まあまあいいよ。浪人の頃好きだった柴田さんが、うん、森見富彦さんの小説なんだけど、うん、その小説すごい好き で、うん、でそれ真似して俺も読み始めて、うん、面白いってなって、うん、映画やるんだってなったから見に行ったみたいな感じなのよ、うん、だから なんていうかな、まあまあいいんだけど、うん、そのもちろん面白いの映画じゃないの、ただそれ以上に、うん、この映画を、うん、柴田さんと見に行くとかは、うん、あいいけど、いいけどそれはいいけど、うん、柴田さんも、うん、この映画どっかで見て、うん、面白いって言ってないかなって思っちゃうんだよね。じゃあ評価変わらないよ。お前の映画評論家としての評価変わらない。さっきの順位と一緒。さっきのその3つ発表したやつと今3つ発表したやつは一緒。別にこいつ映画好きやなとか思わない。あなたの方がなんか好きそうな感じ。いや本当にな。正直意外だった俺も。でも全然、いやでもエヴァンゲリオンで寝る人だもんこの人は。あ、だエヴァおもんないな、あれ面白いよ、あれおもんない。俺7回目に行ってんねエヴァ。俺そのうちの1回に立ち会えたじゃん、うん、4回目ぐらいに、うん、あれだけなんだよ、泣いてないよ。あ、俺も泣いてない。じゃあお前寝てたからだろ、大事なとこで。で俺最後さ、うん、そのあなたにその4回見た、あ、3回見てたじゃん俺と見る前に言ったら、うん、そうね。で最後その空撮みたいので、ああ、そのリアルな感じアニメだからで、うんうん、で、俺が最後にあなたに、いや、あそこやっぱ最後に、シンジ君と、うん、そのあなやみだっけ、あやなみか、あやなみとか、あつかとかいたよな、みたいな。うん、えみたいな。うん、マジ？いたの？みたいので、ずっとついたら、ずっと探してたもんね。ないもん。そう、マジ？よくな？そう、よくな。全然最後ってやっと見たらその風景ちょっと嘘ついたら、うん、あんた必死に探してあと3回ぐらい行ってなんか探してよくな、そんなの。まあでもあれそうかと思って、だから映画評論家目指してまずはあなたに認められてるように頑張るわ。無理だってえ、じゃあ、いや、じゃあ洋画見る。洋画見ない。なんで？え、君の名はいくら分析してすごい分析しても、うん、あなたは認めてくれない。うん、じゃ分析とかじゃないじゃん映画って。あ、そっか、いいこと言うな。それはそうだわ。なんか直感というか感覚というかな、映画って。うわ、そっか、まあ確かにな。そっか、そ、俺はちょっと確かにな、かなり資本主義に染まっちゃってたかもな、この話は。いや、そう、東大感出すなって。そう、さっきもそうやけど、結局ね、東大芸人か。東大、結局な、じゃないよ。そこも染まりきれてないよ、別に。頑張ろうから、私は東大芸人で。そういうオチ？ありがとな。じゃあまた、キングオブコント、来年こそ頑張ろう。いや、怖っ、重っ。入りと終わり。じゃあ、ありがとうございました。以上、シュレンガでした。また会いましょう。にか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 に